お、なるほどくん、携帯電話が鳴ってるよ。もしもし、なるほどですけど。わあ、糸のこぎりっす。糸のこ刑事、どうしたんですか。ついにあのクソ探偵に勝ったっす。ついに自分はクソ探偵にやったっす。退去っす。と捕まえたっす。と捕まえたって、もしかして仮面マスクを逮捕したんですか。そうっす。まあ、より正確に言えば自首してきたっすが。仮面マスクが自首。それで糸の子刑事さん、クラインのツボは。ああそのことなんすけど、ちょっとあんたたち留置所まで来てもらえねえすか。留置所、話があるみたいさ、仮面マスクがあんたに。仮面マスクが、なるほどくんに。じゃ待ってるっす。留置所ね。ちょ、急展開になりましたね。アイガさんのとこもう行けるのか。まあ、先にね、留置所に行っておきましょうか。留置所行きます。はい。ウェルカムっす。ようこそ留置所へ。ご機嫌ですね、糸の子刑事。そりゃそうっす。何しろ、あの仮面マスク目を。それより、あの、ツボの方は？お、これはすまねえっす。よくよく考えてみれば、あんたはその、いわば被害者だったっすな。え？ま、とにかく本人の口から話を聞いてほしいっす。そうだよ、なるほどくん。なんだよ。よーく考えたら、私たちって被害者じゃない。まあ、あるしね。あの、いつも殺人事件だから被害者って言えば死体だと思ってたけどさ。すみません。くっそー、なんとしても私たちのツボ、僕のこと無視しないでくださーい。あら、可愛らしい。あの、あなたは？あの、僕、その、怪人仮面マスクなんですけれども。なんかしょぼいよ、なるほどくん。あ、マスク優作です。仮面マスクでおなじみの。痛々しいな、何とも言えず。はい、仮面マスクの正体はなんとこんな器用な青年だったっていう、はい、仮面マスク、怪人仮面マスクなんですか、あなたが。あ、はい、そうです。いや、違うか。なんていうか微妙だしな。その辺は自分でもはっきりしない。え、違うのですか？違うっていうか、一概には何とも言えないのかな。そもそも怪人じゃなくて怪人だし、その辺を僕は。何なのこの人。とりあえず気の弱い人であることは確かだな。そんな、哀れむような目で見ないでください。そしてちょっぴり怒りっぽいみたいだ。でもどうして自首したんですか。それはそのあれでしょ、前にも貴重な秘宝を盗んじゃったから、その罪の重さに耐えられなくなったんだよ。貴重な秘宝って、あの壊れそうなボロ壺か。あの、お願いがあるんですけど。何ですか。マレカちゃんに会っていただけませんか。マレカちゃん、マレカちゃん、まあ最初にクラインのツボ行こう。とりあえず返してください、私たちのツボ。すみません、必ずお返しします。いや、ダメか、そんなできもしない約束は人を傷つけるだけ。あの、なるほどくん、私聞き取りにくいです、特に後半部分が。ちょっと仮面マスクさん、もっと大きな声でお願いします。はい、わかりました。いや、でも待てよ、僕もともと細い声がありだし。仮面マスクさん、ツボなんですけど。はい、そのことですけど。いや、無駄だよな、こんな僕が何を言ったって信じてもらえるわけないし。もうはっきりしてください、大きな声出さないでください。僕、そのクラインのズボをなくしちゃいました。なに。
たいんだけど、なくしちゃった。あの、さっきなんて言いました？壺をなくしちゃったとか。その、はい、いえ、その、はい、やっちゃいました。どういうことですか？あの、ほら、よくあるじゃないですか。考え事をしてたら、電車の網棚に荷物を忘れたり。網棚に忘れたんですか、私たちの壺？それ以前にその格好で電車に乗ったんですか？いえいえ、今のは例えばの話ですから。とにかく、すみません、どっか行っちゃいました。どうも話があやふやだな。本当にこれ怪人なのかな？これって言うなよ。怪しい人という意味では十分怪人だよな。マリカちゃん聞こう。マリカちゃんというのは、キアス工科さんの名前を呼ばないでください。あ、そう、実は結婚してるんですよ、仮面マスクは。どうやら奥さんみたいだね、怪人さんの。すみません、実は皆さんに来てもらったのは、彼女がそうしろって。あの、僕のアジトに行ってみてもらえますか？あ、アジト？なるほどか、アジトというのはいかなる？あ、すみません、もちろん秘密基地のことです。秘密基地？いわゆる僕の自宅です。パラッツォペルペペ3階。すげえ名前だな。行ってみようよ、ナロード君。いざ怪人のアジトへ。アジトという響きが気に入ったみたいだな。じゃあこんなもんかな、こんな変なやつから聞けるのはよ。じゃあ移動するぞ、怪人のアジト。ちょっとアイガさんのところ行きたいけど、先にこっち行こうか。仮面マスクのアジト、あ、狭いな、思ったよりも。なんというかすごいね。誰がどう見たって怪人のアジトだね、こりゃ。誰？優作くん？あ、来た、マリカさん。あれ、何あなたたち。あ、あの、奥さん、マリカさんですか？そうよ、天杉マリカ。ああ、あなたたち、あれだね、弁護士さんと被害者さん。はい、ご主人にお会いでお話を聞きに来たんですけど。弁護士のなるほど龍一と、被害者の綾里迷いです。へえ、龍一くんと迷いちゃんか。いいとこあるね、優作くんのこと、優作くんの言うこと聞いてくれるなんてさ。いや、まあ、あはは。龍一くんってな、実は嬉しいんだろ。美人だからな、マリカちゃん。優作のこと。あの、ご主人ですけど。かわいいでしょ。ちょっぴり頼りないけど。ちょっぴりね。あのね、テレビで迷いちゃんのこと紹介してたんだよ。え、本当ですか？壺の持ち主で弁護士事務所で怪しげな修行をしているって。情報が混乱しているな。せっかくだからその弁護士さんに会ってみようって思ったんだ。はあ、優作くん思い込みが激しくてさ、どうしても自首するって聞かなくて困っちゃったよ。あの壺は僕が盗んだんだなんて。え、でも壺は優作さんが。そのそんなわけないじゃない。どうして優作くんがそんなもの盗むの？だってそれはその、あれじゃないですか。なんだ、もしかして知らないのか、ご主人の正体。あ、仮面マスクのこと知らないの？マリカさんのこと。私ね、スリルがないとダメな女なんだよね。はあ、スリルですか。バイクを飛ばしてる時がね、私最高に幸せだな。ほら、バイクって常に死ぬ瀬戸際で突っ走るじゃない。それは乗り方によると思うけど。退屈な毎日が何より苦手なんだ、私。でも優作さんスリルが好きそうには見えなかったな。ああ、確かに彼にスリル求めるのは無理だけどね。でもね、ちゃんと代わりのものをくれるから。代わりのものって？お金。優作くん不思議なお金持ちなんだよ。目玉が飛び出るほどスピードが出るバイクを買って、目玉が飛び出るほど高いショッピングをするのが好き。優作くんこの間本当に飛び出してたもん、目玉。やばいじゃん。かなり燃費の悪い奥さんだな。優作さん、そのお金どうやって稼いでるんですか？優作くん警備員なんだよ。死ぬ瀬戸際で働いてるから、そりゃお金ぐらいもらわないとね、がっぽり。警備員似合わないな。それなんかそんなに稼げそうな感じないけどね、イメージ。ごめんね、ちょっと警備員のお仕事してる人申し訳ないけど、なんかね、たくさんお給料もらえるイメージはあまりないかな。どうなんだろう、事件当夜のこと、夕べのこと聞かせてもらえますか？その事件が起こったの何時頃かな？
何時だっけ、まゆちゃん。のこさんの話では確か午前1時30分だったよ。いやー、昨夜はやばかったな。捕まっちゃってさ。捕まった。私ね、夜はいつも飛ばすことにしてるんだけど。飛ばすってバイクですか、やっぱり。間違えちゃったんだよね、昨夜おまわりさんに。あれはなかなか熱いレースだったよ。おまわりさん死にそうな顔してたもん。帰ってきたら夜中の3時過ぎてたっけ。アリバイはバッチリか。なるほど。あの、優作さんの方は？さあ、昨夜は一緒じゃなかったからな。帰ってきたらさすがにもう寝てたけど。こっちはアリバイなしか。なるほど。で、マリカちゃんは優作くんの正体を知らないらしいので、これを つけてみる。あの、これなんですけど。ダメだよ、なるほどくん。そのエンブレム、あ、そうだ、極秘って言われてた。そうだ。確かに。私も極秘って言われると余計見たくなるよ。わかんないのか。ちょっと待ってよ。じゃあ人物ファイルちょっと見てみましょうか。新しく出てきた人。怪人仮面マスク。高価な美術品のみを狙う怪人。犯行前に予告状を送りつけるキザなやつ。で、欲しいだけ愛が前回出てきましたね。鋭い推理力の持ち主がなぜか会話が成り立たない。で、今回出てきた怪人仮面マスクこと優作くん。自首した青年、どこか痛いだし。で、その奥さんのマリカちゃん。気さくでさっぱりした性格の女性のようだと。なるほど。何突きつけようかな。秘宝店のポスター。これとか？わかんないか。あ、秘宝店一緒に見に行く。そうですね。ああ。カメラのデータとかもわかんないと思うからな。いや、ちょっと移動する。あ、どうしよう。ちょっと調べるか。どうせやったら。なんか気になるのがあるぞ。これ、封筒。なるほどくん、石の上見てよ。ああ、封筒と手紙があるね。ほらほら、ちょっと読んでみようよ。いや、まずいだろ、さすがに。何言ってんの、ものすごく重要な手がかりかもしれないよ。ダメだよ、面白半分に人の手紙を読むなんて。ち、面白半分だけど、もう半分は真面目なのにな。はっきり手がかりだって分かれば話も違うけど。そっか、まだマリカちゃんがよく調べられそうにない感じかな。魚雷があるよ、なるほどくん。信じがたいけど本物っぽいぞこれ。魚雷なんてどこでゲットすんの。本当だよ、落とし物みたいに言うなよ。海でピョンって打ってそれ落ちたものを拾ったとかかな。すげえわ。移動します。ここが探偵事務所か。怪しいね。なんかすみません、留守みたいだね。ちっ、つまんないの。お土産にあそこに飾ってある額縁もらってく。やめておけよ、あとでまた来てみる。あー、そっか。愛が探偵も無理。ってことはやっぱマリカちゃんか。いろいろ突きつけていってみるか。強固像。これダメか。これも一緒か。人物か、もしくは突きつけるとしたら。優作くん。頼りなさそうに見えるけどね。これでもやるときはビシッとやるんだよ。へえ、いつなんですか、そのやるときって。まあめったにないけど。マリカさん、優作くんのどこに惚れたのかな。きっとドラマティックな出会いがあったんだよ。ティックときたか。あ、もしくはバッチ、バッチかな。ダメか。仮面マスク、これか。あの、マリカさん、もちろん知ってますよね。ご主人、優作さんが、あの怪人仮面マスクだって。ああ、仮面マスクでしょ？知ってるよ、もちろん。大ファンだからね、優作くん。そうですよね。え？あれ？大ファン？優作くん、思い込みが激しいからさ、こんな騒ぎになっちゃって。ちょっと待ってください。思い込みというのは。それなんだよね。ほんと困ってるんだ、私。優作くん、自分が仮面マスクだ。自分が仮面マスクだと思い込んでいる一般人ですね。何？詳しくお話を聞かせてください。思い込み。あの、優作さんは怪人仮面マスクでは。何言ってんの、龍一くん、そんなわけないじゃない。はあ、いやいや待ってください。だってこの部屋はどう見たって怪人の味と風。
逆だよ逆。本物の怪人がこんなバカな部屋に住んでると思う。ああ、矢作くん気が弱いから憧れが強いんだ。ヒーローに。ヒーローって悪者ですよ仮面マスク。思い込み、本当にそうなんだろうか。だって彼が盗んだのなら持ってるはずだよね、その壺。まあそうなんですけど、矢作くんに聞いてみなよ、盗んだ壺のありか。確かにどうもしっくりこないんだよな、矢作くんのあの態度。やっぱり怪人じゃないかもしれないね、矢作さん。ねえ、ちょっといいかな、龍一くん。何ですか？私ね、確かにいい加減の女だけどさ、曲がったことだけは我慢できないんだよね。そんな感じですよね、なんか姉御みたいな。誰かが矢作くんを罠にかけたんだよ。あの、これ矢作くんに渡してくれないかな。お手紙ですか？矢作くんにね、戦ってもらいたいんだ。マリコさん、わかりました、安心して私たちに任せてください。あ、マリカの手紙、大事なことが書いてあるらしい。なるほど、早速渡しに行こうかな。いた、愛しい妻からの手紙あとくらえ。あ、そうだ、奥さんがこれを。え、マリカちゃんが。いただきます。手紙を怪人に渡したというか取られた。優作くん、お元気ですか？私は元気です。部屋の隅っこにしゃがみ込んで一心に読みふけている。幸せそうだね、怪人さん。なるほどくんも、あやい様にお手紙を出しましょうよ。なんて書いてたんだ？あの、弁護士さん。はい？マレカちゃんの手紙に書いてあるんですけど、この人に弁護を依頼せよって。あ、大変厚かましいんですけど、引き受けてもらえませんか？僕の裁判明日なんですけど。ちょっと弁護なんてできるわけないじゃないですか。どうして？どうしてじゃないよ、私たち被害者なんだよ、この怪人さんの。でもマリカさんによれば優作くんは怪人じゃなくて。そう思い込んでいるかわいそうな人ということでした。ダメだよ、そんなの嘘かもしれないじゃない。そうだな。いや、でも待てよ、むしろここはやはり。って、映っちまったぞ。お願いします。お礼はお好きな秘宝一つ。さて、どうしよう。ええー、これ断るべきにしてみよう。ダメだよ、なるほどくん。優作さん怪人なんだから。なるほどくん、私もそう思います。優作くんの態度、生まれながらに怪しいからな。ここは断るべきかもしれない。でも、僕が断ったら彼には味方がいなくなってしまう。いいでしょう、弁護を引き受けます。本当ですか？なるほどくん、私見損ないました。あ、はるみちゃん、愛しい迷い様の敵を弁護するなんて、私絶対許せません。はみちゃん。あ、ちょっとはみちゃん、参ったな。私ちょっと見てくるね。あの、すみません、僕なんかのために。まあそういうことになりましたから、とにかく調査してみるしかないな。あ、まよいちゃん、はるみちゃんは事務所に帰ってるって、後で顔出してあげてね。まよいちゃんはいいの？私はね、なるほどくんを信じてるから。ほんとけなげだよな、この子。いい子すぎる、大好きまよいちゃん。泣かせるな。じゃあ僕、取り調べがありますから、よろしくお願いしますね。よし、一丁やるよ、なるほどくん。そろそろ愛が探偵に会えるかな。あ、ハミちゃん帰ってる、もしかして。あ、いた！お帰りなさいませ。あ、はるみちゃん帰ってたんだ。私、お団子を買っておきましたから、今お茶入れますね。あ、はるみちゃん気にしてるみたいだね、リュウチちゃんのこと。そう。なるほどくん、私見損ないました。私絶対許せません。さあ、お茶が入りましたよ、まや様。あ、どうもありがとう。さあ、なるほどくん、お団子を召し上がれ。うん、ありがとう。あの、はるみちゃん
トイレ掃除の途中ですので。ちょっと待って、トイレなら僕が今朝行っちゃった。いい機会かもしれない、彼女のこと聞いてみるか。お、彼女のこと聞いてみる。あ、はるみちゃんのことか。ほうほう、はみちゃんのこと。はるみちゃんと初めて会ったのは今から1年前クラインの里で起こった殺人事件の時だった。思えば初めて会った時から彼女は。あなたがあのナルハドくんなのですね。あの迷い様の大切な人。そう、ここで出れたんだよな、ハミちゃん。マヤちゃん前から不思議に思ってたんだけど。何？ハルミちゃんなんか誤解してるよね、マヤちゃんと僕のこと。え、あのねちょっと事情があるんだよ。事情？うん、なんていうかクラインの里の風習みたいな。風習？ちょっとなんかクラインの里をいろいろ聞けそうですね。迷いのこと。ハルミちゃん、マヤちゃんのこと本当に好きみたいだね。いとこだからね、たった一人の。それにほら、去年の事件でハミちゃんのお母さん、そう、捕まっちゃったんだよな、キミコ。ああそう、ハルミちゃんの母親キミコさんは今刑務所の独房で刑の執行を待っている。刑の執行ってことは死刑判決ってことなんか。どうなんだろう。だからね、もう私しかいないの、あの子の家族。でもそれは私も同じわけよね、迷いちゃん。私のお母さんも。いや、クラインの里の風習行きましょう。クラインの里って男の人がほとんどいないんだ。確かに僕がいた時も全然見かけなかったよ。なるほど、くんには昔話したことがあったよね。私たち綾里家の血には強い霊力が宿ってるって。ああ、だから霊媒師を目指して修行するんでしょ。ただ霊力を受け継ぐことができるのは女の人だけなの。だからね、里の社会は自然に女性中心になっちゃうんだ。まあ仕方ないだろうね、特殊な世界だから。そのせいか結婚してもうまくいかない夫婦が多いな。なるほど、カカア殿下に耐えきれなくなって出てっちゃうとかが多いのかな。はあ、居場所がなくなっちゃって男の人はみんな里を出ていくの。女の子が生まれたらね。もしかしてハルミちゃんのお父さんもいないんだよ、里を出ていっちゃったみたい。そうだったんだ。あの子里の悲しい夫婦の姿ばっかり見て育っちゃったから。だからそういうことにとっても敏感なの。なるほど。でマヨちゃんのお母さん、やっぱりお母さんはまだ、うん、どこにいるかわからないんだ。マヨちゃんの母親、早里舞子さん、クライン流霊媒道の家元ということだ。今から17年前ある事件に巻き込まれて以来行方不明。 それが DL6号だっけ何号だっけ、あの逆転裁判1でやりましたね、の事件ですね。あの、生きてるのは確かなの？うん、わかるんだ、私たち霊媒師だからね。もしこのままお母さんが現れなかったら、里の掟では私が家元になるのかな。迷いちゃんが家元にね。他にいないからね、綾里本家の血を受け継いでいる霊媒師。じゃあ、なるほどか、そうそう、調査に出かけようか。事務所にいても手がかりは見つからないからね。うん、でもその前にハルミちゃんと。あの、あ、私バカでした。ハルミちゃん、迷い様がこんなになるほどくんを信じているのに、私まだまだ修行が足りません。なるほどくん。はい、私必ずお詫びをいたします。いやいや、とんでもない、僕の方こそ。ちょっとひとばしり行ってきますね。え、どこへ。私これでも霊媒師の卵の端くりです。きっとささやかな証拠を見つけてみせましたもん。あ、ハミちゃん、あ、ちょっと、なるほどくん、しばらく好きにさせてあげようよ。そうだな。ちょっと待って、ハミちゃん何歳だっけ。9歳。9歳の間にはすごいしっかりしてるよね、ハミちゃんね。いや、いい子だと思いますよ、大好き。ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておこうと思います。じゃあ次回はちょっと愛が探偵のところからやっていきましょうか。ご視聴いただきありがとうございました。